皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。タイトルは国語のテスト作文のコツと、静岡県の公立高校の入試、国語の最後に必ず作文問題があります。テーマが出されていて、それについて書くものですね。配点は50点中4点から6点と高いので、ここができると結構入試で有利ですよね。ですからちょっと今回ここでコツをつかんでおいてください。でも作文って苦手な人多いんですよね。その原因何かっていうと、書くことが頭の中でまとまっていないのにもう書き始めてしまうとね。まとまってないんですから上手な文章書けません。そして無意識のうちに文が長くなっていると、文が長くなると分かりづらいんです。なぜかというと、書いている途中で何を伝えたいか分からない文になっていたり、書き始めと文の途中で主語と述語がこうずれてしまっていると。日本語って主語を省略できる言葉なんで、こういうことが起こりやすいんですね。じゃあどうしたらいいか。簡単です。短い文で書く、これだけを意識してください。短い文で書く、短い文で書くとなぜいいかっていうと、伝えたいことが整理しやすい、ね、分かりやすいんですね。で、書くことへのプレッシャーも減ります。短くていいんだと思ったらね、今までは、これはこうでこうなっていてこうですとか、一つの文の中に言いたいことを3つも入っていたりね、複数入っていると、これ分かりづらいんですよね。でも短い文だと、その文で言いたいことはこれだって、何々はこうです、それはこうだからです、こう短く区切っていくと分かりやすいんですよね。だからプレッシャーも減りますと。それから一番はこれです。主語と述語、これがはっきりするので、書いている自分自身だけでなくて、読み手、テストの場合ですと採点する先生ですね、その人にとっても分かりやすい文になると。ですから得点取りやすくなります。ですから皆さんね、ぜひテストの時、作文があったら長い文章にならないように、短い文章で短い文で区切って書いていくと、きっといい点が取れると思います。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。